ナオミ・キャンベルはイギリスの女性ファッションモデルである。ロンドンでスカウトされ1980年代からモデルとしての活動を始めた。国際的なファッション雑誌の表紙やミラノやパリなどのファッションショーに登場した。自身の名前を冠にした香水や一連の法律問題でも知られている。キャンベルはロンドンのストレッタムで生まれた。彼女の母バレリー・キャンベルは ジャマイカ出身でアフリカ系アメリカ人の元バレエダンサーである。母親の話によると父親は当時18歳のバレリーと生後2ヶ月のキャンベルを残して去った。出生証明書にも父親の名前は記載されておらず、母親もキャンベルも父親のアイデンティティを明らかにはしてこなかったが、情報筋が父親はハッカ系の中国系ジャマイカ人であると明かした。 母親がダンス一座ファンタスティカのツアーでヨーロッパにいる間はウバの下で育った。10歳でイタリアコンティアカデミーステージ学校に入りバレエを学んだ。ダンデーバン学校総合中等学校に通った。彼女の最初のメディア出演は7歳の時である。それは1978年2月のボブ・マーリーの曲、Is This Love? の ミュージックビデオで生徒役での出演であった。1982年にはカルチャークラブの曲、アイルタンブル4や、君のためならのビデオにタップダンサーとして出演している。15歳のある日、コベントガーデンでウィンドウショッピングをしていた時にフォードモデルの社長、ベスボルトにスカウトされた。キャンベルはすぐにフルタイムのモデルとして働くことを選択し、 エリートモデルマネジメントと契約した。小モデルとしてキャリアを始めてすぐにリージーンズやオリンパス社を含む複数の広告に起用された。それらは彼女にアメリカ市場での仕事をもたらした。1986年4月雑誌 L の表紙を飾った。1988年8月黒人モデルとして初めてパリバン、ボーグの表紙を飾った。これは 同志が黒人モデルの起用を拒絶したことに憤慨した友人であったイブ・サン・ローランが自身のブランドの広告を紙面からすべて外すと脅迫したことで実現したものである。パリ版に加えてダニエル・ルーナの次に黒人モデルとしてイギリス版の表紙を飾り日本版、中国版、防具やタイムの表紙も飾った。雑誌 プレイボーイでヌードを撮影したりマドンナの1992年の写真集セックスでラッパービッグダディケインと一緒にポーズをとった。キャンベルはこれまでに100以上の雑誌の表紙を飾った。彼女はジョージ・マイケルのミュージックビデオフリーダム90で仲間のスーパーモデルリンダ・エヴァンジェリスタ、クリスティ・ターリントン、シンディ・クロフォード、タチアナ・パティッツと一緒に主演を務めた。 1992年にはマドンナのエロピカのミュージックビデオに出演した。それは写真集、セックスの撮影風景の場面を特徴とする。その他にマイケル・ジャクソン、ネリー、ジャギド・エッジ、JZ、ショーン・コムズ、ノトリアス・ビー・アイ・ジー、メイシー・グレイ、プリンス、アッシャーのビデオにも出演している。彼女のキャリアの絶頂期は1990年代初期であった。 その時彼女は、シンディクル・フォード、クラウディア・シファー、クリスティー・ターリントン、リンダ・エヴァンジェリスタ、ケイト・モースと並んで、ビッグ・シックス、ターリントンとエヴァンジェリスタと並んで、3位一体と称された。2008年に受けたインタビューで、モデルは昇進しなくちゃいけない。スーパーモデルという言葉は、ちょっと軽々しく使われている感じがするわ。ケイト・モースは明らかに、スーパーモデルよ。 だけど、ジゼルブンェン以降は、スーパーモデルなんて現れていないと思うと述べた。2009年の雑誌、グラマーのインタビューにおいてキャンベルは、あのね、アメリカの大統領は黒人かもしれない。しかし、黒人の女性として私はまだこのビジネスの例外である。私は常に等しく扱われることが難しいと感じると述べた。これはキャンベルが、ファッション産業を、 人種差別主義者呼ばわりしたとして注目を集めた。キャンベルはニューヨーク市のイムグモデル、ロンドンのストームモデルマネージメント、パリのマリリンエージェンシー、ミラノのマネージメントグループとそれぞれ契約している。歌手1991年にバニラアイスのシングルクールアズアイスでフィーチャーされた。3年後にクインシー・ジョーンズのアルバムキューズ10区ジ,ジョイントの収録曲ヘブンズガールを歌う。 1991年発表のマイケル・ジャクソンの楽曲インザ・クローゼットのミュージックビデオに出演している。1995年デビューアルバムベイビー・ウーマムを発表した。アルバムからラブティアーズがシングルカットされたが不成功に終わった。イギリスでは批評価から評価が得られず商業的にも失敗したが日本ではヒットして世界中で100万枚を売り上げた。 1996年、日本のテレビドラマ、ロングバケーションの主題歌になった、久保田俊信とのデュエットシングル、l AL AL a l a l a l ブソングが約200万枚を売り上げ、日本のオリコンチャートで1位を獲得した。作家1994年に、小説、スワンを発表した。過去の秘密によって脅迫されている、スーパーモデルの話である。キャンベルは後に、小説は、 ゴーストライターキャロラインはプシェルによって書かれたものであると明かした。キャンベルは自分が書かなかった理由を私には座って本を書く時間がなかったと説明している。1996年にリチャード・アベドンを含む複数の写真家が撮影した写真集ナオミを発表した。ファッション1999年にスピンオフ会社デザインハウスオブナオミ・キャンベルを設立した。 これまでにキャンベルは女性向け香水を7種類発表しており、そのほとんどはヨーロッパで発売されている。2000年に最初の香水、ナオミ・ギャンベルを発表した。2001年にキャット・デラックス、2003年にミステリー、2004年にサンセット、2005年にパラダイス・パッションがそれぞれ発表された。 最も新しい香水は2001年に発売されたキャットデラックスの新しいバージョンキャットデラックス・アットナイトである。女優キャンベルは子供の時から映画に出演していた。1976年にチャイルドフィルム財団シリーズのワンパク5人組で白雪姫を演じた。その他の映画出演に1996年ガール6、1999年プリズナーオブラブ。 2004年、ファットスラグなどがある。1994年の、プレタポルテ、2002年の、アリジーニ、本人役で、仮名を出演している。事前事業1997年以降、キャンベルの事前活動は、ブラックアフリカに対するものに集中している。彼女は、ネルソン・マンデラと一緒に働いた。彼の親切、情熱、 知性が彼を現代の世界的なリーダーにすると述べた。2007年7月7日に行われたライブアースのヨハネスブルク公演の司会を務めた。2005年に彼女が制作も手伝ったショーファッションフォリリーフを開催しハリケーンカトリーナの犠牲者のために100万ドル以上を集めた。2010年2月12日にハイチ地震被害者を支援するショー。 ファッションフォリリーフ配置をニューヨークで開催した。このショーでは140人のファッションデザイナーが協力した。ネルソン・マンデラが祖父代わりであり、クイン・シー・ジョーンズ、クリス・ブラックウェルが父親代わりである。キャンベルはこれまで結婚していない。2008年夏にいくつかのニュース報道でロシアの不動産企業家、ウラジスコフ・ドローニンと結婚して、 正教会の信仰を受け入れそうであると伝えられた。2000年に、キャンベルは、当時のアシスタントである、ジョージナ・ギャラニスに対する1998年の暴行をトロント法廷で認めた。伝えられるところでは、キャンベルは、ホテルの部屋で、電話機でギャラニスを襲撃し、彼女を走行中のプジョーから追い出すと脅迫した。基礎側と同意して彼女が後悔を表明することで、 彼女の記録は消去された。キャンベルはギャラニスに金額は明らかにされていないが和解金を支払い、アンガーマネージメントクラスに出席することを同意した。2004年3月、上院は裁判所の判決を覆して3500ポンドの損害賠償を与えた。ナーカティックスアノニマスクリニックがキャンベルの写真を公表した後、デイリーミラーによって、 プライバシーの権利が侵害された初期の判断を指示した。2005年3月、伝えられるところでは、キャンベルはアシスタントのアマンダ・ブラックをブラックベリーで叩いた。キャンベルのスポークスマンであるロブシューターは事件を否定した。2006年7月に、ブラックはキャンベルが言葉と身体的に虐待したと主張し、キャンベルに対する法的措置を開始した。 ブラックは2005年2月からキャンベルの下で働き始め1ヶ月後に攻撃を受けたキャンベルが攻撃と精神的な苦悩を与えたと訴えたキャンベルは訴訟を起こしたイタリアの女優イボンヌスキオはローマホテルで同じドレスを着ていたという理由でキャンベルと口論になり血まみれにされたと主張したスキオは彼女は私の顔を叩いた彼女は マイク・タイソンのようだったと述べた。2006年3月30日、キャンベルは宝石が装飾されている携帯電話を家政婦に投げ頭部を負傷させたとして逮捕された。キャンベルは二級暴行罪の権威を受けた。9月28日、ニューヨーク市で行われた出席室の出廷に出席しなかった。10月25日、暴行の疑いで、 ロンドンで逮捕されたが、後に保釈された。11月14日、別の元家政府、ゲイビー・ギブソンは明らかにされていない、キャンベルの暴行に対する損害賠償を求める、新しい訴訟を開始した。ギブソンはキャンベルが、凶暴なスーパー頑固者であったと訴えた。11月14日、キャンベルは3月の暴行事件に関する裁判のために、ニューヨーク市の法廷に現れた。 2007年1月16日、キャンベルは、家政婦アナスコラビーノに対する暴行の罪を認めた。彼女は5日間の地域奉仕活動と、アンガーマネージメントクラスへの2日間の出席を命令された。4針ヌーケが負ったスコラビーノに対して363ドルの医療費を支払うように命令された。CNN のリポートは、 子供の時に自分を捨てた父親に対する長年の憤慨に関する彼女の感情を非難する。3月19日にニューヨーク市内のゴミ収集施設で奉仕活動を始めた。2008年4月3日、ヒースロー空港で自分のバッグが一つなくなったことで警察官を襲った疑いで逮捕された。キャンベルはその後ブリティッシュエアウェイズの利用を禁止された。 6月20日にクラウン検察当局サービスが2つの告訴を取り下げを決める間、キャンベルは6つの告訴のうち4つを認めた。キャンベルは暴行の原因として空港作業員による人種差別的な抽象と暴言であると述べた。空港スタッフが自身をお化けのような顔をしたスーパーモデルと呼ぶと主張した。キャンベルは200時間の地域放止活動を宣告された。 2010年3月2日、キャンベルのリムジンドライバーはキャンベルに叩かれたとニューヨーク市警察に通報した。伝えられるところでは、キャンベルは叩いた後にその場から立ち去った。キャンベルのスポークスマンは、早急な判断があってはならないと言って、キャンベルが自発的に調査に協力すると述べた。調査者はまず最初に、キャンベルに質問しようとしたが、ドライバーが、 刑事告発を続行しないことを選んだため、罪には問われないことになった。西アフリカのシエラレオネ内戦の戦争犯罪を、審理する国際戦犯法廷において、承認として出廷する。内戦で、反政府勢力を支援していた、モドリベリア大統領のチャールズ・テイラーから1997年に、紛争ダイヤモンドを受け取った旨の証言をした。ありがとうございます。